アクション、はい、どの辺に座ればいいですか。ここに座る、はい、ここから畳む、はい、この状態でスタンディングは膝を伸ばす、ここを内側に入れてます。で、体を前に、スタンディングが完成しました。腕の形はこんなんでいいですか。はい、じゃあシッティングに戻ろうか。シッティングか。で、顔を上げる。はい、オッケー。1分持たせよ。ありがとう。1分持たせよ。シッティングはこうなの？こうこう？え？覚えてないじゃん。いや、覚えてるけど。そんなわけないでしょ。だってまずフロントが浮いてる時点でおかしいんだもん。なるほどね。しかも丹田入ってない。しかも肘下がってる。いろいろと言われちゃってるじゃないですか。さっき違う。もうそうだ。スタンディングへ。気持ちない。超不思議。これが大体普通の放状態。そうっすかね、マザキ先生。でここからスタンチッティングはブーツに行っちゃう。もうちょっと、もうちょっとブーツを乗っかってる部分が足の付け根になっ、さっきちょっとなかった。しかも下がってます。かかとが下がって座るときは、完全忘れてるし。もう一回、もう一回、もう一回。よし、じゃあまさき先生、自分のバイクで。待って、はい、はい、シッティング、はい、スタンディングへ、ゆっくり。今撮ってるの？撮ってる。あ、これ動画も撮れるの？撮れます。そうか、そうなんだ。どう、どう先生、動画で撮ってるんだ。もうちょっと、もうちょっと入る。もうちょっと入る？タンデン入る。タンデンが入るって。うん、そんぐらい。そんぐらいだって。フルサイズだ。じゃあシッティング。痛い。痛い。そこシッティングへ戻る。落ちてる。これ俺はこういうことしない方が。